パラダイムたちが動き始めた。仕組みに気づいたな。私もそろそろかな。ん？どうしたエルフェルト、顔色が悪いぞ。一体どうしたんだ。こんな気分のいいところはそうそうないだろ。私も気に入っている。娘にも会えるし、本来の自分に戻れる。何を始めるの。始める？ううん、そんな大したことじゃない。とりあえず一人死んでもらうだけ。お願い、もうそんなことやめて。やめる。そっか、なら寝てよっか。それもいいんだけど、どっちみちあいつらは滅んじゃうじゃん。せっかく最高の舞台を用意してんのに見過ごすのはもったいないじゃん。どうしてこんなことを。エルフェルト、エルフェルト、知らないかもしれないけど、私は我慢強い。生まれてこの方、我慢しかしてないの。誓っていい、これは本当のこと。確固たる目的を持って生まれ、未だにその夢は叶ってないの。な、何年経ったかな。その間ずっとね、この仮面かぶってきたの。私にママがいたらそれはもう我慢強い子ねって言って、たくさんお小遣いをくれるに違いない。でもその私がね、なんで、どうしてって、そんな会話にはいい加減しびれを切らしてきちゃった。だったら楽しい話をしましょう。私たちは話し合える、歩み寄れるはずでしょ。でも完璧な明日を迎えることはできないじゃん。完璧な明日。さあ、人形は皆何らかの明日を求めてる。今日という日を脱却するための明日、今日と変わらない普遍の明日、未知の可能性を託す希望の明日。でも人形は組織的、社会構造の中で生きる限りこの見解を統一できない。いや、しないの。だから自ら単一的な結末に向かっていることに気づかない。私は誰もが望む明日を完成させる。なら、それを伝えれば済むことでしょ。ああ、目玉焼きを焼きすぎたことは？目玉焼きだよ。真っ黒に焦がしたことはないか？でも、その日に限ってどうしても半熟のトロッとした卵が食べたかったら、作り直すしかない。人間が一体何を。人形、エルフェルト。かわいい首輪、我ながらいいセンス。だがそうだな、奴らは頑張った。よく頑張ったよ。数百万年も生存して、制圧して繁栄しちゃった。だからね、最後はね、滅びんの。生物として当たり前。あなただって同類でしょ。私が死を恐れているように見える？そんなまともに見えちゃう。お前にもそろそろ覚悟を決めてもらう。まずはその未練を断ち切らないとな。あの人たちは、ファランクスナイン、西欧直属の最強衛兵隊だ。この世で最も忠誠心が高い。多少いじったから今はもっと高い。ああ、
忠誠心はいいぞ。どこに持って行っても手荷物検査に引っかかんないの。そしてなんだろうね。じゃあ皆さん、これから僕がカテゴリー2以上のエリアを列挙していきます。対象は発見次第近隣の兵士に保護を任せ、安全なエリアを確認した後に避難誘導をお願いします。あの、周囲にカテゴリー2以下のエリアがなかった場合はどうしたら？その時は最もリスクの少ないカテゴリーを優先してください。距離は二の次で構いません。あ、その声、もしかして君は傘下の新しく窓口担当になった？え？あ、はい。参ったな。ダンディに10ドル払わないと。何が始まるの？パスポート信号を追い、危険地帯にいるジャパニーズを保護するのだ。幸い彼らの行動範囲は国内に限定されている。シンとラム殿は現地に敵影が確認された時手伝ってもらいたい。そういうのなら任せとけ。随分とアナログだね。自動で検出するシステムはないの？次からな。稟議書は書いた。よし、各自持ち場に着いたか。では都市単位から絞り込みます。モデナ、クリア。テルニ、クリア。モルフェッタ、クリア。スカンディーバ、クリ…待ってください。1名見つかりました。市街地だぞ。すぐに住民の避難を開始させろ。でも、あれ？どうした？あ、はい、それが信号がもう一つあります。本当だ、これは識別 ID。なんだと？一体何者だ？この状況でフィルターを無視する信号なんて。あ、ID 照合できました。対象は…嘘…そんな…なんだ、はっきり報告しろ。対象は…エルフェルト…エルフェルト・バレンタインです。エルフェルトだと？こんなことあると思う？パラダイムがあれほど探していたのに。ありえんな。じゃあ何？カカシ？カカシは一人で出歩いたりはしない。その点ではお前より利口だ。お待ちしておりました。遅れてすまない。敵は何か始める気だ。我々も行動を起こそう。で、ついに。ああ、その時だ。緊張してる？言わないでくれ。エルフェルトの信号はどう思われますか？意味がなければ動くわけがない。では私は。慎重に頼む。言うまでもないが、これは罠だ。それは間違いない。しかし確認しないわけにもいかん。あとは部隊の編成だが。私が一人で行く。ラン、万が一の時被害は少ない方がいい。私が行く分にはここの人たちも心配はしないでしょう。それにあの場にエルがいないまでも手がかりはあるかもしれない。私なら
それを見落としたりはしない。待て、勝手に話を進めるな。私は信頼できない。何の真似だ。笑顔。俺も行くぜ。ラム一人でなんか行かせられるかよ。二人だけでもだ。最低限の護衛はつける。だが貧乏くじの可能性は高い。少しでも危険を感じたら避難を優先しろ。いいな。ありがとう。壁が壊れたな。パンティライン通り、リアルドリアードとの交差点だ。町の出口全てを封鎖しろ。